面白いな。皆さんこんにちは、スイチャンネルへようこそ。ことみです。ことだです。はい、パパです。今日ははい、今日はですね、パパはこの前まで久米島行ってきてました。はいはい、なので今回はその映像を使って。ことだです。あ、遅いですね。2回目。はい、その映像を使って、何はるちゃん、これマイクね、いいですよ、喋って。はい、実況、はい、喋っていいです。実況していきたいと思います。はい、いいでしょうか。はい、パパはね、ぶどうの穴に入ったの。パパがぶどうの穴に入ったの。プールより。プールで、あ、早速どうですか、沖縄の海すごく綺麗くない？綺麗。めちゃめちゃ魚がいるでしょ。なんと知らん里のモール。あ、これはね、水族館によくいる角出しとかだね。角出しはね、パパ入れるよ。角出しパパ入れる。ほら、すごいね、気持ちよかったですよ。暖かかったしね。あ、さあ、そしてこれ すごいでしょ。これギンガメアジっていう魚の群れです。何匹いる？10匹。少なくない？100匹。100匹いるかな。数えれ、うん、数えれ、ね、大好き。そのラジオ大好きだよね、海ね。はるちゃんどう、このギンガメアジの群れかっこよくない？パパ下見えないんですけど。え、うん、すごかったんだって。上いっぱいぐるぐるね、回ってたの。うん、あの水族館にもいました。水族館に長崎とた長崎の水族館いないね。あ、そして、その他にもね、いっぱい魚いたんだけど、これ、何かわかる？わかんない。チョウチョウウオっていう魚なんだけど、これ、カスミチョウチョウウオっていう魚がたくさんいたの。こう、すごく模様が綺麗じゃない？うん、なんか聞いたことある。聞いたことある？見たこともある。なんかこの真ん中の白いところと黄色いところがすごい綺麗なね、チョウチョウウオだよね。カスミチョウチョウウオだって。この魚、どう、ことちゃん、この魚は捕まえたい。捕まえたいの？何、家で買うの？そんな買えない。大きくなったら買う。大きくなったら買うの？そしてパパにあげる。いや、いりません。パパにあげる。なんでママ主人だ。パパにあげる。あ、ありがとうございます。でもいりません。いっぱいいたの、このカスミチョウチョウウオっていう魚もね。カスミチョウチョウウオ100匹あって、パパにあげる。いりません。うん、触った。そうだよ、マイクは触っちゃダメだね。ほう、はい、ということでね、これすごかった、すごくね、綺麗な魚でした。少なくなった。下の方はね、ちょっとこれなんかね、プランクトン食べるらしいのよ。プランクトン、そう。何それ。超ちっちゃいやつ、ちっちゃい生き物、それをね、食べる魚で、今ご飯食べてたんだって。これ何？これはね、ヒトデの仲間なんだけど。ヒトデじゃないの？いや、ヒトデヒトデ。でもちょっと面白い形してない？黒で面白いね、一本だけ。しかもほら、なんか長いところがあったりしてさ、ちょっとやっぱ沖縄のヒトデもちょっと面白い形してるなって。シマジロウみたい。シマジロウと同じ設置やってた。こうやって、あ、大きいのがいたね。はい、大きいのいた。しめじ。しめじ。これね、なんかね、うろ、大きいよね。うろこマツカサとかね、なみマツカサとか、いろいろそういうマツカサ系の魚みたい。あち。おなじゃら。おなじゃら。魚だね。あちじゃない。あち。すごい面白い目してるよね。大きくない目。体太い。太いね。体ね。あ、トロイの来たなんだ。なんか変なの来たでしょ。やかましい。なんだ綺麗。なんだ綺麗。なんだ綺麗。ね、普段さ、ほら、こっちの海にいないようなのがね、いっぱいあるよね。春いっぱいほら、うそこのいるよ。ほら。黄色いしょったの。かわいいでしょ。かわいいの。なるちゃん、お魚好き？白いでしょ。あ、白いでしょ。これ生き物が隠れてます。どこにいるでしょ？はい、渡りました。はい、はい、おお、早いね。何が隠れてますか、そこに。なんか、ねえねえ、
えいじゃないよ。あ、わかった。なんか太いお魚。太いお魚。魚じゃありません。ほら、だんだん近づいてきたよ。貝、貝。あ、エビ、エビ、エビ。あ、エビ、惜しいね。じゃあ、エビじゃなくてね、貝？貝じゃないんだけど、これね、シャコ。シャコって何？シャコね、一回食べたことあるんだけどね。このシャコ、砂の中にね、こうやって隠れてます。いたじゃん。いたでしょ？いた。これシャコ、イカ。イカじゃないよ。シャコって言ってんじゃん。イカっぽい。ほら、面白い。目がキョロキョロ動いてるでしょ？目、白、黒、白、しましま。だからシャコだって。砂にね、砂に穴掘ってる。うん。で、やってます。あー、そしてほら、すごくない？魚いっぱいいるでしょ。同じ魚はシャッピチトラやる。あー、いるいるいる。これは、これね、金魚花鯛の群れだね。わお、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 もうこれほらほら、バッて逃げるときって周りにね、この小魚狙ってる魚が来たときにね、逃げてくるんだよ。で、サンゴとかの隙間に隠れるの。あのね、お魚食べてるハウだ。食べてるお魚食べてるの。ハウが食べるの。ハウが食べるのね。美味しいかな、これ。美味しくないやろ。あ、すごい、めっちゃ逃げたよ、ほら。すごい逃げたでしょ。なんかね、大きい魚が来たんだよ、この時。これね、この後ね、大きい魚多分出てくるよ。見て、大きい魚、うん、あ、これはね、大きい魚じゃないんだけど、ちょっと鳥っぽいよね、うん、黒いけど。あ、ほらほら、出てきた。来た。カスミアジ。アジ、タイ。アジ、でかくない？でかい。大きいでしょ。あれがね、食べるから、ちっちゃい魚たち近寄ってきたら逃げます。それね、アジ風呂だよ。アジ風呂？アジってね、100キロぐらいあるんだよ。でね、パパ、アッコーって言った。アッコーって言った？パパが。でもなんか喋ってるよね、スイッチで。私はね、パパって言ったの。言ってね、うん、すごいたくさんいたでしょ。で、この後ね、このほら、さっきのカスミアジ。アジ。ほら、大きい。カスミ。なになに今の声。合わせてカスミアジ。ハルの声ね、かっこいいでしょ、これ。かっこいい、ね、いいいいの、いい。これ多分食べても美味しいよ。美味しそうには見えない。ハル食べれるじゃない？ハル食べれる。ハルは食べれんやろ。ハルお魚好きやんな。いや、これすごかった。カスミアジめったに見れないから。ハルはね、お魚で食べる、うん、見て、フドロ。え、間違えた、間違えた。ふずふず。これね、ゴマモンガラっていう。モン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 でした。何の？これすごいでしょ。模様とかすごくない？魚のお顔の模様。ふくろ。ふくろ。すごいね、面白いね。これね、歯が鋭くてね、頭ガジガジって噛まれたら大怪我する魚なんだ。大怪我するの、その人。そう、その人ね、すごいの。あ、そして今回メインで見たのが、はい、これは何でした？何でした？せーのが3、はい。はい。言ってたじゃん、さっきは。エビじゃないよ。エビじゃない、マンタ。あ、正解、マンタ。マンタ？この前の動画にもね、あげたんだけど。これマンタの？これマンタなんだよ。マンタ。すごいでしょ？おかしい。おかしい。どうしよう。どんだけ。面白いな。もういいよ。ほら、すごい大きい。いや、やりだした。ね、刺さったら痛いんですよ。え？尻尾刺さったら痛い。そうだね、尻尾はね、どこまで痛いんだけどね。ね、でも、どうだってしてどうなん？どうだけー。よかったら実況してください。どんだけー。どんだけー。実況してください。あー。
綺麗だね。綺麗でしょ。大きいでしょ。ほら人と比べてよ、倍ぐらいあるよ。100キロ。いやもっとある、もっとある。1万キロ。1万キロってどのぐらいの大きさ。エビじゃないって、マンタです。エビじゃない。エビで思い出したよ。どんだけーってね。はい、まあ、ということで泡風呂。ママ、うん、あのね、ママがね、ポイしてきた。ママがポイしてきた。回ってきたんだね、うん、回って。見て、かわいい。かわいいでしょ、それね、ハタタテハゼってパパも好きなの。見て、いっぱいかわいいのいるでしょ。あ、逃げてくる。ね。はい。逃げてくる。ということで、花だよ、花だよ、花だよ。正解、正解。ということで、今回ね、久しぶりね、沖縄の海に潜ってきました。こっちゃん、はるちゃんは沖縄の海の映像見るの初めてだったんじゃない？2回目。2回目だった、うん、あ、この前あげた動画があるからね、うん、どうでしたか？しかも、うん、前あげたあのね、それやつに自分たらいいのしたから、こっちゃんもしてくれてるもんね。あのね、エビはね、どこにいる？3回目に乗りました。エビ？いや、マンタね、マンタね、さっきのね、マンタ、マンタね、ほらすごい綺麗な海だったでしょ。ということでね、どうでしたか、はるちゃん、沖縄の海は。感想を教えてください。もうなパパに入ったなんて言ったの。どうでした、ねえねえは。パパに、あ、パパにね、はい、ありがとうございます。マンタは初めて見るので、マンタで撮れ、名前とってさ、全然知らなかったのね、マンタっていうのはね。そうだね、普通にひらめてた、マンタはね、エイトと知ってたんだけど、マンタはトレ、初めて見たからドキドキしました。はい、ありがとうございます。ということでね、大丈夫？わーちゃった。じゃあ、皆さんも、ぜひ機会があれば沖縄の海に遊びに行ってみてください。はい、ということで、チャンネル登録とお楽しみボタンを押してね。はい、ということで皆さん、バイバイ、また見てねー。また見てねー。はるも、どうぞ。また見てねー。かわいい。かわいいでしょ。あのねー。